この動画には以下の要素が含まれております。苦手及び地雷の方は視聴をご遠慮ください。ツイステな。背景スコやな。創作の参考になりそう。なんならこんな魔法学園もの大好物やからマジで渡航させよかな。でもディズニーはそこら厳しいからな。そいや二次創作についてのサイトあった気がする。ガイドライン探そう。インストールしようかな。うん、なんか利益ない限りは問題ないらしいからやるつもりではあるが、ディズニーの悪役か。ただで最終柄以外苦手な上悪役と来ると無条件に気が引ける。でも創作はしたい。エアプでやると多方面から怒られるからやろう。で、ツイステッドワンダーランドに行けと？そういうことやな。あれ調べた限り男子校らしいけど大丈夫？ジェンクロの二の舞にならない？ジェンクロの私が男性やったからな。今回はツイッターで聞いた限りそんなことはないらしいよ。じゃあいいけど、一番の問題は、生徒がみんな悪役やから洗脳されねえか心配なんやわ。何その偏見の塊、さすがに主人公になるから大丈夫やろ。あ、でーれーでーれーでーれーでーはないねや。棒読みのせいでわかりにくいわ。It's a small world。 あ、映画始まるときに流れるやつね。突然どうした？ツイステッドワンダーランド。あ、ただのタイトルコールでしたか。うわ、ダーク感半端ねえ。で、名前か。プレイヤーはもちろん作者が、アッピョコムキーボードなれねえ。デフォルトは言うか。もちろんここはミリアナ。知ってた。よし、では行ってらっしゃい。勉強内容の報告忘れんなよ。こわ。燃えたし。愛しい我が君。誰ですかあなた。気高く麗しい悪の花、あなたこそが世界で一番美しい。鏡よ鏡、教えておくれ、この世で一番。何ですか。闇の鏡に導かれし者よ。はい、それは私のことでございましょうか。汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。手だけ生えてんの。これマジで産地チェック入りそうやけど。おっと、ここで噂の量を選べと。部門多いな。事前に仕入れた知識的にここが合いそうだな。ミリアには、おっと、なんか出てきた。すげえ音楽変わるのか。これがよくツイッターで見かけるやつか。これか、なんか体験入学とやらできたやつ。ぼーっとしてないで、さっさと行きましょう。行こう。ついてこないなら置いていくよ。この子かわいいな。さあ、共に行こう、あの美しき学び屋へ。ぼーっとしてないで、さっさと行きましょう。行こう。ついてこないなら置いていくよ。誰にしよう。と
リは他両含め全員見てきたけどやっぱこいつにしますね。後悔はないな。エッコはここで聞くんどうかと思うぞ。まあ後悔なんぞせんけどの。シルバー、いやちゃうから。おこいつか、いや誰やねん。星をも灰にする炎、時をも封じ込める氷、空をも飲み込む大樹。こういうのかっこいいよな。中二かなって。闇の力を恐れるさあ、力を示すがいい。え、待って、あの魔法そんな使えないんだけど私。うわー、なんか使ってる。なんや突然のバトルかよ。マギレコとか FGO と同じ感じのやつか。なんじゃこりゃ。僕にかじりつくなんて。ターン制限あるんだ。今のはないけど倍速にしとこう。うん、それで行くか。無理はすんなよ。それ痛い。てか完全に分が悪いけど大丈夫なんかよ。やってみると。それで行くか。同じ属性一択でのボール贈り物をさ。無理はすんなよ。どうしよう。痛い。踊れ。出たのと同じか。てかこれ強制敗北イベントでは。そうする。それで行くか。無理はすんなよ。えい。こういうこともできるんだぜ。痛い。オーバーするすぎません。私に、彼らに、君に、残された時間は少ない。あ、これ過去に戻るやつですね。ソニック君最後の主張的な。その手を離さぬよう。てことでさっきの記憶は消しておこう。この音は一体。やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。誰だお前。早いところ制服を。この負担重たいんだぞ。こうなったら僕の手だ。ふなーっさい。わあ、なんか燃えてる。火事だ。青い炎の火事とかこんなん絶対誰かの方で見つけたろ。さてさて、お目当ての。お前、なんでも起きてるんだ。知らんがな。なんかタヌキみてえなんか喋っとるし。誰がタヌキじゃ。じゃあなんだよ。俺様はグリム様なんだぞ。まい、そこの人間、俺様にその服をよこすんだぞ。さもなくば丸焼きだ。人間の丸焼き。誰かおらんのか。こいつ待つんだぞ。ひひ。なんか逃げてったらここに着いたんやが。
どこですか？うわぁ、俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。さあ、丸焼きにされたくなかったらその服を。いてぞ、なんだこの紐。紐ではありません、愛の無知です。誰ですか？ああ、やっと見つけました。君、今年の新入生ですね。ダメじゃありませんか、勝手にゲートから出るなんて。それにまだ手なずけられていない使い魔の同伴は高速違反ですよ。話せ、俺様はこんなやつと使い魔じゃねえんだぞ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。なんかこいつが開けたような気が。どれだけせっかちさんなんですか。さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。どこすかそれ。どういうこと。あなたが目覚めたたくさんの扉が並んでいた部屋ですよ。この学園へ入学する生徒はすべてあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。通常特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが。そうなんや。なんかあいつの炎がくたぶっ飛ばした気がするけど。結局元凶はすべてこの使い魔のようですね。連れてきたのならちゃんと責任持って面倒を見なさい。いや、まあ、と長話をしている場合ではありませんでした。早くしないと入学式が終わってしまう。さあさあ行きますよ。てかそもそも誰ですか。おや、君まだ意識がはっきりしてないんですか。空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですかね。まあいいでしょう、よくあることです。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。そういうやつ大体優しくないです。ここはナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まるツイステッドワンダーランド切っての名門魔法師養成学校です。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長、ディア・クローリーと申します。魔法師？魔導師じゃなくて？この学園に入学できるのは闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。選ばれし者は扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来たはずです。あ、確か私宛ての荷物や言うて扉来てたような。で、なんか乗り通った記憶が。あの黒き馬車は闇の鏡が選んだ新入生を迎えるためのもの。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なのです。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょ。純正かいな。さ、入学式に行きますよ。あ、はい。というわけでこっからまた続くかもしれません。ソニオリ実況と同時進行で言ってるので投稿ペースは落ちますね。まあ元から遅い方なんですけど。ってことでご視聴ありがとうございました。